国立代々木競技場第二体育館です。86年国際選抜体操東京大会、この時間は11カ国男女33選手によります世界のトップレベルの技と躍動美でお楽しみいただきます。さて男子の解説はおなじみロサンゼルスオリンピック鉄棒のパーフェクトゴールドメダリスト森末慎二さん、それから女子はかつての全日本選手権チャンピオン、また日本代表として世界選手権にも出場されました赤羽彩子さんの解説でお送りしてまいります。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこの東京大会は種目別の自由演技、いわゆる持ち点なしの一発勝負ということで、森末さんどうですか、選手の気持ちとしてはどうなんでしょうね。そうですね、その一発勝負というプレッシャーもありますよね、それから見どころですが、男子は特にこの鉄棒あたりが見応えありますね。ハンガリーの選手ですかね、あの片手で離し技やりまして、片手で持つというすごいことをやるということですけどもね、あとはあの日本の選手で寺尾直之選手、社会人優勝しましたけども楽しみです。今日は、一つ森末節でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。女子の方は赤羽さんね、ソビエトのユリチェンコ選手あたりが注目されますね。そうですね、それと女子は新月面宙返りが発表されましたので、その辺を注目してください、あと日本の選手の活躍もぜひ期待してみたいと思います。それでは女子段違い平行棒からご紹介しましょう、今日この日で現役引退というソビエトのユルチェンコ選手ですが、かつては世界選手権のチャンピオン、それから神戸ユニバーシアードのチャンピオンとね、このユルチェンコ日本でも同じの選手ですかね。そうですね、彼女のファンはとっても多いですね。はい、21歳になりましたソビエトのナタリア・ユルチェンコです。トカチェフからフェルチェフという連続技ですね、ちょっと膝が曲がってしまいましたけども。21歳の大学生、やはりあの来日するたびにこう感じが違ってきますね、このユルチェンコ選手ね。確かにピークの時よりは技は落としてますけども、よくここまで頑張ったと思います。最後フィニッシュは1回ひねりです、もう一度離れ技の部分を見てみましょう。これが開脚背面飛び越しですね、トカチェフ、トカチェフですね、それからすぐにデルチェフ宙返り、点です。ユルチェンコ、ブルガリアのイベリーナ・ライコバ選手です。ブルガリア国内では3番ぐらいにランクされている選手ということです。ライコバ15歳、スピードありますね、トカチェフです。トカチェフ入りましたね。なかなかこの選手は硬い、いい線が出てますね。それから赤羽さん、あのスタイルもなかなかいいですね。そうですね、かなり練習量を豊富に積んでいるという感じですね。これはイエガーですか。はい、イエガー宙返り入りました。トカチェフとイエガーが入りました。もうあの世界の数勢は、離れ技2つはもう常識クラスになってます ね。 そうですね、もうそれを2つ入れないと高得点は望めないようになってますね。はい、ライコバ選手 9.60 というなかなか高い得点が出ています。さて日本の井上麻子です。この井上選手は段違い平行棒なかなか好きな種目ですね。そうですね、日本選手では初めてこの試合では優勝していますね。はい、さあどういう技を見せますか。離れ技は何でしょうか。いいですね、トカチェフ高いです、ね、はい、いいですよ。ここまで動きがなかなかスピードですね、なかなかシャープな線を出せる選手ですね。はい、15歳、これが銀河です ね、 ですね、はい、トカチェフと銀河が入りました。なんか体が締まってていいですよ。今年の全日本ジュニアでも優勝を飾っています。最後はクレー香織、着地を決まった。なかなかいい出来ですね。最後着地も見事に決まりました。スローはこれはスローで見ると少し膝が緩んでますけども、大きなミスはほとんどありませんでしたね。井上麻子は 9.75 という高い得点が出ています。女子の段違い平行棒、ご覧のように井上麻子やりました、優勝です。2位はイルチェンコとライコバが分け合っております。
それから女子の跳馬の結果、プリャーヒナが優勝、3位に工藤美也子が入っています。それでは優勝しましたソビエトのプリャーヒナの跳馬1本目の演技をご覧いただきます。まだこの人は14歳ですが、こうやって赤羽さん表情を見ましてもなかなか負けず嫌いという感じの ね、なかなかしっかりした顔つきしてますね。はい、2本飛んで平均点が決勝点になります。これは1本目ではロンダードからの1回ひねり、その伸身宙返りの1回ひねり、これ非常にキレがシャープですね。すごくスピードがありますね。手で押してるというよりはもう突き放してるという感じですね。はい、素晴らしい技を見せましたプリャーヒナ、平均点 9.825 で優勝を飾っております。